はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太鼓リシデン 5DX ライブ配信を行っていきたいと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。ついに50人を達成しました。フォロワー50人、達成しました。ありがとうございます。マイツイッチアカウントプリーズフォロー&リポストプリーズ、グッチャットコメントプリーズ、マイ YouTube チャンネルThis Live Archive Upload Premiere Live 2 Days After My YouTube Channel Channel Subscribed and Good Button Please、YouTube で2日後この配信を、14日21時頃から、プレミア公開する予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X、マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、プリーズ。では始めていきますか。羽柴秀吉編ということで、1575年になの2月ですね。だいぶ進んできました。そして、前回、信長の死をきっかけに、山崎を合戦で明智光秀を打ち破りまして、ついに、大名になりました。これから、勢力図大名家、こんだけの領地を持っていて、いくつかは任せているわけですが、織田もいるし、信雄はとりあえず連携しないといけない。あれ、信孝がいない。信孝はどこにいるんだ。あ、これは信雄の、織田家は信雄が持ってんだ。でも、多分信孝がこの辺にいるんじゃないの？稲葉一徹館？あ、織田いるんだけど、織田が2つに分裂してるんだ。何か六毛線になってるや。とりあえず倒さないといけないのは、織田は織田でも、信孝の方です。あ、ちなみに勢力一覧見てみよう。違う。人物一覧あんじゃない。勢力じゃないです。勢力？これ人間関係とか見ることできないのかな？ちなみに橋脇家の朝廷後継ってゼロなんだ。嘘でしょ。人物、大名こんだけですね。もう、ね、仲良し度ってどこで見るんだっけ。範囲はご覧の通り。北条、トップは北条氏康ですね。氏康はいろいろ複数持ってるんだ。そして秀吉が今、仏教大部っていうのにありますね。左京大部は伊達晴宗となっております。
ね、織田信勝も中塚太夫っていうのを持ってるのか。毛利元就も宇宙弁。毛利元就まだ生きてる世界線ですね。このよ状況は。謙信も壇上消失っていうのを持ってるんだ。まあ、複数持ってることもあるんだ。ああ、でも一つしか持ってないんだ、うちのは。拠点。人物情報だっけ。あれ確か見ることってで仲良し度って見ることってどっかへできなかったっけ。まあ、六角がいるけど。え出た。いやまあ力をアップさせないといけません。もうちょっと上げないとダメだな。でもこれじゃ多分足りない。発射。あ、届かない。オッケー。うん、威力を落として、そうすることで、あ、ダメだ、ちょっと足りないんだ。じゃあ、あれ？これでも足りない。逆に威力をちょっと上げて落とすといいかも。OK。非常に威力を上げて、OK。3つ取った。OK。で、ちょっと威力を下げたらいけんじゃないかな。もうちょっと下げないとダメかな。いった。オッケー。一個だけか。あー、一個だけだ。みんなバラバラだ、バラバラになっちゃうな。このぐらいかな？いった。あと一発。17枚。あ、まあ、近い。表情。あ、その前に王人事。あ、ダメか。寄り木？あ、そうなんだ。寄り木ってできるんだ。あ、でも、こんだけしかいないんだよな。お前行ってこいっていうことで、行ってみましょう。ああ、戻ってこないと無理だな。だから、今。なるほど、こんだけか。なんか病気になってんだが。病気になってる人は呼び戻しましょう。その代わりに、高天神城に、ユサさん行ってこい。あ、場所、いちいち場所決めないといけないのか。じゃあ、まあ、ちょっと補給線が伸びすぎてるよな。柴田城に、いや、ま、頼むよ。こういうことか。で、うちは、もう、そうそう、城を移動させないといけない。忘れてた。
拠点移動。あれ？あれ？あれ？なんでないんだ？いやいやいや、ちょっと待って。拠点の移動を止めて、なんだったっけ？人事？上州？あれ？直轄領なってるやん。なんで行けないんだ？あ、邪魔されてる？ひょっとして。あの、信勝に。じゃあ、まず一旦は二条城へ。本当はね、行きたい場所があるんだよな。でも行くのは二条城じゃない。クソ、信勝邪魔すんな。だからここ孤立してるんですよね。やばいな。まずはまず稲葉一徹を口説きに行きます。行きましょう。曽根城に入りましょう。こんにちは。まあ、必ずプレゼントはあげます。イソップ。あ、なんだ、銭投げという、あ、銭形平次、あ、違う、間違えた、城へ行きましょう。こんにちは。もちろんこれですよ。もちろんはいです。はい、稲葉一徹引き抜いた。引き抜き普通にやればいいと思うよな。さあ、定道さんか。直進に勧誘とは何だろう。ああ。ないのか。まだ30歳ですね。まだまだ生きる人です。ん？もう一応人物情報。そんなに能力が高いわけじゃない。帰りましょう。これで勢力図はどうなったか見てみよう。あ、なるほど。羽柴の仲間になってんな。直轄地ばっかりだからな。勝家の直轄地だし、ここは信孝の直轄地だから、大名家じゃないんだよな。だから、行くとしたら、この辺を通り抜けないといけない？え、これって、行けないの？行っ
ったら長浜城行けそう。あ、無理か。多分無理。誰もいないよね。わかった。っていうか、ねえ。まあまあいるな。なんで坂本城にいるんだ？普通に。南蛮寺、あ、不破さんだ。あ、なんだ、もう。ちょっと待った。うちの悪行は？ない。南蛮寺。開墾じゃない。人物情報、寄付。千。うん。朝敵にするのが、朝敵になってないのが誰だ？分からんな。相良とかいろいろあるけど、影響ないのは姉小路家とかか。でも別に引き抜いてもいいからな。あー、やっぱり信雄と信孝両方敵なんだ。こうなるとどうなんの？厳しいな。じゃあまた1000。ひでえ。じゃあ3000。なんだ、天皇に会った。朝廷貢献度ってあるんだよな。大名家で勢力、橋場家の大名家、あ、朝廷貢献度が0から7に上がった。あ、これだ、外交だ。絶交ってひどいな。まあ、攻め込み名分はどっちもあるからな。どっち織田か分かんないけど、クリックしてできないし。上杉は絶好なんだけど、攻め込み名分がない。徳川を待たそう。戻ろう。その間に、ちょっと。これどこだ？姉小路か。姉、椎名もいる。あ、神保か。松倉城へ行ってみるか。こんにちは。渡しましょう。マンキンタン。ナイスー。ちなみに武士は？なんで島津がいるんだ？亡くなったんだ、ユサが。悲しいな。え、この人本当に島津じゃないの？島津じゃない。この人は島津じゃないんだ。
まあ悪くない人だな。現実を重視。ちょっと引き抜きしてみよう。まあまあ引き抜きダメだな。引き抜きは禁止だな。やっぱり。一回。外交。支配。ちょっと待った。外交。あ、逆なんだ、これ、従属要望は。アデコージに従属したら笑えるけどな。あ、でも自分だけだったような気がする。支配。まあ、小勢力をどんどん従属させていこう。来たるあの戦いのな、あの中で、これで勢力は姉小路家だな。丹羽長秀を居城です。引き抜きじゃないんだなこれ。あ、部下あった引き抜きだけど、神保行ってみる？神保ってこれは？ああ、神保家なんだ。じゃあちょっと神保も行ってみるか。いざ富山城へ。こんにちは、誰だ？贈り物をあげよう。人たらしの信長、人たらしを秀吉であった。定番イソップ。イソップ嫌いな人そんなにおらんな。23歳か。しかし本当に無能だな。これはひどい。家臣小島に実権を握られてしまった。家督を継いだ直後に。これは無能だな。次にしても勝てんじゃないのこれ。まあそんなことはしない。まず茶席。礼儀だよな。はい、外交。これ親善とかだったらダメなんかな。支配禁止にしてもいいかな。ね。まあこれがいい方法だと思う。従属あり、引き抜きはなししても従属ありにしよう。あの従属させるにはそれなりの歴史がいるもんな。のみさん来た。のみさんは毛利家臣なんですね。倉庫録。あ、もうラブラブのピークなんだ。
これは大久保さんだ。ビールをちょっとどうぞ。ちょっと待って、これが橋場家、畠山、七尾へ行きましょう。これなんかもう根こそぎだな。こんだけいる。こんにちは。武将じゃん。ダメか。ぬくいさんは？能力見ないといいの？あ、まあ悪くない能力だ。侍対象扱いになる。畠山。まあこの人はなびかないだろうな。まあ無理だな。ちょっと全員試してみよう。さっき引き抜き禁止って言ったじゃん。誰？あ、まあ悪くないけどもう死にそう。みんな多分この辺はモチベが忠誠度が高いな。希望は高いやん。チャンスやん。過労になるんだ。さすがに過労。じゃあ行きましょう。こんにちは。まずはお茶を。すごいな。まあ同盟にも同盟を組んだりもできるからな。はい、外交支配強い。強すぎる。で、ある程度従属したんで、これで、孝子の憂いはなくなったんじゃないかな。居城直轄地、一条台が。六角孤立してるよな。やばいな。こいつ邪魔だな。こいつ攻めに行ってもいいかな。まず、小谷城。これ一式だな。一式から直接行けんじゃないの？どうだっけ？沢山城からだったら小谷城入れるから、攻めていけそうだけどな。まあ、とりあえず戻りましょう。おっと？誰？あ、会いに行こう。会いに行けるアイドル。あ、ラブラブドピーク。まだ二十歳じゃん。国試会場したけど、この年に亡くなってるってことは、切られたな、この人。うわ、能力もめちゃ低い。長浜城どうなってんだ今。ああ、ダメか。直轄領だからな。浅田信綱だ。ラブラブだ。まだ行ってません。
ああ、分線じゃなかったんだ。じゃあ帰りましょう。なんだこれ。お、石川五右衛門だ。義族言われたんだよな。石川五右衛門に会ったことあるからな。行きましょう。お、もちろん応じます。何これ、ナイスー。お、だいぶ締め終わった。ちょっとね、支配下したんで攻めに行きますよ。まあいいや。表情もまあ、まず王人事ないんか、残念。じゃあ合戦の前に主命かな。まず出て武家に行ってミクルンヌ、くそ、ミクルンヌ死が近いとか、死が近いとなんか治りにくいとかあるんかな。治った。これ月またぐと死んでしまうからな。時さん、オッケー。他はもう病気の人いないよな。時さんが最後かな。三好、義経、南京丹どうぞ。 OK、 じゃあ、城へ行きます。で、表情の前、いや、その前に王人事、まだいない。セーブ。で、これで表情。大表情ってこれ、大表情ってできるんだっけ？これなんだ？ああ、拠点移動は？あ、ダメだ。だから、戦争するしかないんだな。まあ、まずはそれぞれ、基本の自動振り分け。どうするかな？まあ、内戦優先でいきます。基本は。で、その中で、戦ってほしい人をちょっと配下で能力で統率で半兵衛、官兵衛、雑賀、真田、宇喜多やけど、島左近じゃないか。これ島左近使おう。で、まあ2000級でも勝てるはずなんだよな。
ちょっとな、使いたい。で、雑賀大市も。雑賀大市を使いたいね。これ、あれだ。あの、雑賀さんって、確か、あの、本願寺派だから、82歳戦わせんのか。すごいな。まあでも、え、なんで？あ、中島の人か。大谷もいいな。大谷義次、あの、経験つなせるのもいい。この辺かな。まあ、大谷さんはまだ、あれやけど、秀長も出てもいいかもしれないよな、バトル。あ、小一郎が秀長になったのか。小一郎どこ行ったんだろうと思ったら、ここにいたんだ。小一郎でプレイするのもいいかもしれないですね。さて、じゃあ、この中で、まず、雑賀さんいる？あ、岩正寺さんが、なし、雑賀さんはいない？雑賀さんは、いや、まだ足軽大将なんだ。で、島左近は、島左近が、島左近はいない？島左近。帰ってきてないかもな。じゃあ残念だ。雑賀窓口、岩正寺、大谷義次は？大谷義次は、京極もいるな。よし。黒田官兵衛、香川の香川。大谷もいないのか。大谷もダメ。大谷も消えた。じゃあ、東堂、稲葉ぐらいか。東堂と稲葉。これがダメだったら、また浮田とか使わないといけないが。東堂稲葉もいない。帰ってきてないんだ、まだ。じゃあ、お前、コロクかな。コロクでも73しかないから。水野？あれ？あ、小田家臣か。そういうの悪くはないけどな。ああ、じゃあもう清正、お願いします。雑賀窓口、岩正寺、加藤清正。あで、あとは、もう一人は佐久間さん。佐久間さん、なぜかこっちの味方なんだよな。お、面白そう。ああ、行ってみよう。七里さん、七里。七里、雑賀窓口、岩正寺、松江。岩正寺、
願生寺昇慶し来週西釜道一、非常にまあいわば本願寺勢の何か息をかかったものがすごい多い感じですね。ではあとですね、修行の人たち、は、長期修行に変更です。ん？どこのか、武将か。武将だったらなんかしてほしいよな。具式調達とか。いや、鈴木さんに、ま、あ、そうか、楽年が近いから、楽年が近いからじゃないの？鉄砲購入は、違う、鉄砲能力が高いのは、それじゃないんだ。じゃあ、忍術。コロクは何でもできそうだな。ちょっと、作戦をしてもらうか、忍術の。北海道、北の少女の破壊、チョイツ、弁舌と開墾が高い。じゃあもうこれは神殿開発。どこがいいかな。高屋城かな。石高を見て、差があるとこをやった方がいいな。ここだ。三木城の石高を上げてこい。エースを狙え。軍学も鉄砲も武芸も高いな。治安工場とかできないの？武芸と弁舌が高ければできるけど、この人弁舌がそんなに高くない。鉱山開発ぐらい。鉱山開発ができればそれ、あれじゃないんだけど、鉱山もないし、意外と使いにくい、この人。長期修行。算術？朽木さん。伝説？こっから先は多分できることは限られてくんじゃないの？物買うか。弁舌鉱山。鉱山だな、当然。2が多い。あ、これも比叡山の層なんだ。あ、でもちょっと落ちるよな。弁舌、あげてもらおう。村井さん、弁舌と開墾。算術かな、でも。あ、建築が高い。でも、建築は無理なんだよな。なんで、修行するしかないんだわ。この辺も同様。お金使わんでいいしな、建築。こういうのをやると。あ、本当はな、算術と弁舌が高くないんだよね。使いにくいよな。医術。算術と弁舌は高かった。本当、脳筋ばっかりだ。脳筋ばっかりだ。家政？武力は高ければいいんだけどな。そうでなかったら、算術、弁舌上げるしかないもんな。弁舌？
で、こんな感じか。あとは、まあ、ご覧の通り。内製だったよな。なので、これで決定です。そして、輸送。何を依頼するの？あ、こういうこともできるんだ。へえ、商人に依頼できるんだ。諏訪山城いいんじゃないでしょうか。は？そうか、天王寺屋だったらいいんじゃないの？大筒購入。ダメか。みんなダメなんだ。じゃあ輸送しましょう。この辺から。軍資金2万、兵糧2万。決定。人だな。人をどっから輸送するかな。まず人をちょっと輸送するとこから始めないと。石山本願寺だな。軍資金60万。兵糧、5万。兵士は1万5000人ぐらいいればいいんじゃないかな。士気と訓練度がめちゃ低いな。で、鉄砲全部、軍馬全部でいいと思う。高屋城。巻き上げ。これって住民アンデート下がらないのかな。ひどいなこれ。あ、これ人少な。いや、さすがにちょっとこれはまずい。兵士はまあ、兵士はいいわ。兵糧が7万。あ、違うわ。兵糧は弟姫路城だったらな、4万6000人いるんだよな。最大とい、兵糧が最大だけど、これをで兵士が鉄砲と大砲が全部、軍馬も全部。でもなんで全部、あ、もしかしたら輸送できないからかな。うわ、ひどい。福知山城だから、次にまず
まず市議参上をじゃなくて昇竜事情じゃなくもう昇竜しょぼい昇竜事情からにせめて兵士を4000人ぐらいはダメ、ああ、どこだっけ、福知山城がしょぼすぎるんだよな。兵士4000、兵糧2万かな。で、あ、違うわ、反対だ。反対に軍資金はこれ3万いらん。2000人ぐらいは兵士使っていい。兵糧も1万ぐらい使いましょう。これで決定でいいや。これで攻めに行きます。もちろん合戦です。金ヶ崎ん？あれ？勝家直轄地になってる。あれ？小谷城とかは攻められない。金ヶ崎城をまず先に攻めないとダメだな。岐阜城攻めてもしゃあないしな。あ、いや、ここの岩村城との備えになるから行ってもいいかもしれん。最大鉄砲そんなにいるかな。まあ1万ぐらい多分騎馬騎兵隊を作れる。軍資金そんなにいらん。あっても4万ぐらいだろう。行きましょう。もちろん援軍要請。あれ？なんで登った？あ、びっくりした。この辺の周りの人たちだろうな。すごいな。今回林さんにお願いをしておかない。北畑3000人しかいないのか。そうなんや。どこに出てんだ。じゃあお願いするか。え、稲葉一徹ん？どこに行くんだ。あ、回らないとダメなんだ。
え、どこに行くんだこれ。あ、上から回っていくんだ。えぐ。何これ、黒なんとか図って。もう到着していた。少なだからまず備え配置、相手も1万7000なんで有利とは言えないな。数の上ではこっちの方が確かに鉄砲も持ってるし有能ではあるんだけど、まだ援軍をしないとダメだ。姉小路、お前に託した。で、委任します。まずはいつもの通り風林火山からスタートです。ビームノックノック、多分でも多分助け呼ぶだろうな。風林火山だが船内病棟しか使えない。ガン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 、硬い城もさすが岐阜城。でも大戦だな、いきなりから。数の上ではちょっと勝ってきたが、まあまだ何とも言えんな。 OK、 もう一回百発薬中ってなんだ。えぐい。ノック。え、死なー。え、なにこれ。シーナが狙撃下げた。これどうなんの？敵、
サイカマドイチか。これも多分あの半分になるんじゃなかったっけ、ヒットポイントが狙撃したら。まあこれ以上呼ばなくていい。お、赤ちゃんの。モチベ結構高いんだよな。問題はそこだ。ちょっとモチベ上げとかないとやばいかも。モチベ下げだ。あんまり下がらない。奮闘努力。雨降ってるから今無理だな。まだ4なんで。ここは捨てたのは千なり秒単で、モチベが上がらないよな。相手のモチベの方が高い。やばいな、挑発だ。相手のモチベを下げる。これはちょっと時間かかりそう。体力も結構落ちてるし不安だな。体力フル回復しないと無理かな。まあでもここ取ればあの岩村城への道開けるからな。結構大事な場所です。でちょっとノックする。まだかな。100発100中が向上性の際5連続最下集の技術3連続が一緒か。でもモチベアップの方が大事です。ワンオペ、ワンオペダメ。ワンオペ3ダウンチーだいぶ減ったな。いいよいいよ。ガン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 減る割合が高くなってきたんじゃないかな。いいよ、ガン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 。ただ結構やっぱり岐阜城取られてるのは痛手だよな。こ逆に言ったらここ取れば結構有利。あ、清洲城攻略。清洲城って信勝のとこか。まあ、こうして他の部隊は戦っているのでありアリンス。あと
何回使えるんだっけ。ミカーブシオも地味に強いよな。相手のモチベの方が下がり出してきた。ガン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 。問題は体力なんだよな。奮闘努力。ビーム。ビーム。あとシーナ以外は全部備えたいでしょうか。じゃあシーナをどんどん狙っていこう。ヘル率も増えるんじゃないの。シーナを挑発。いいよ、ノックノック、扉をノック。減らないな、本当努力。でもそろそろ来るんじゃないの、どうせ援軍が。岐阜城戦いがでかいよな。また千成廟丹。おっと火が。順調に減ってはいるけどな、相手の兵士数。あと何ターンだ。ちょっとそうそう確認しないといけないかも。あ、切れた、もしかして。あかん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 、切れた。今4か。じゃあ次のターンまで使えないんだ、あれが。不倫火山が。体力がだんだん減っていく。5000人近く減らしてはいるんだがな。あ、用心棒、さよなら用心棒。これで使えるよね、風林火山。行きましょう。両方上がるからな。行ったし、1ずつしか上がらないから。まあでもワンオペは良くないから、あくまでバフをかける係に徹する。バフをかけて余力があって初めて攻撃をしたり門を開けるぐらいかな。しかもなるべくとどめは刺さない。ビーム、
で、再度船内ウォーター。鶴瓶打ち？あ、1万2000切った。問題は体力なんだよな。不安だな。大手門ようやくここでっていうぐらいだもんな。ちょっと足りないかも。ちょっとスピード上げないとダメだ。これ。もっと援軍を。ん？ダメか。じゃあもう。戦闘続行だな。数的には有利になってきたんだけど、ただ他の軍のモチベが低い。援軍のうちはいいんだけどな。ガリゾーも好きだな。もうちょっとなんだけどな。開くか。あ、開かない。あ、いや、でも、こっちで開くかも。どんどんノックしてますね。まだだ。攻撃切り替えたか。そろそろ来そうだけどな。援軍、援軍来てくれた方がちょっと嬉しいんだけどな。あんまり長期戦したくない。じゃあ100発椎名に100発100中を食らす。これで破った？破った。4の丸って、まあかつて信長の居城だったからな、ここも。いや、岐阜城攻略は楽じゃないよな。やっぱりそういう意味で言えば。ただ兵士が減ってるからもう開けやすくなってんのも事実。気がつけばもう1万切ろうとしてるし、ノック。これで1万切ったかな。官兵衛坂本、あ、坂本城が破られた。でも信雄味方になってんだけどな、静ヶ岳では。だからそうだな、同盟結ばないとあかんねんけど、同盟結ぶと次の小牧長久手で面倒なんだよな。ちょっと待ってよ。まあでも椎名打つか。
ノック。まあ一回で破ると思わずにっていうとこだろうな。ん？これシーナ？シーナ逃げたな。備え対象しか残ってない。効果いいよいいよ、ガン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 。あ、でもそんなに、体力がちょっとな、持つかな、心配だな。まだ4の丸で3つあるんだよな。大砲も。にしてどうする？これ行ってみよう。取らないよな、無理に決まってる。で、まあそれはわかる。大砲の使い方がようわかってない。あと何発だっけっていう具合に先発船内行端半分になったんだけどな。もう一勢力が。1名を上げていく。
お前はあげんでいいだろう。シーナもあげていく。攻撃できないこのターンは。で、あ、不妊火山使えない。じゃあもう強襲、普通に強襲するしかない。あ、だいぶ減っ、強襲だけでもだいぶ減ったな。言わずに攻めてくれ。援軍来ないのかな。相手挑戦やってもいいよ。粘り腰か。じゃあ降り火山18000切ったな、この時点で。ガン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 。おっと？知らない。あー、でも考えてみりゃ引き返す、同じ道引き返さないとダメなんだよな。いや、どうかな。坂本城取ってるから、もしかしたらもっとあの近く引けるかな。それは反映されないのかな。坂本城通ってくれないのかも。ちょっと戦況が絶対有利じゃないからな。火攻めでもやっとくか。なんで。あんまり減らない。女性も長く続いております。持ち目下げはいいから早く攻撃してほしい。もう一発開いた。
残念残念。なんか全国で戦ってますね。ちょっと待ってね。1070。もう一回千なりびょうた。だんだん有利にはなってきた。61とかやばいな。シミアスプリ、イソシムだけじゃん。あいつらがうるさいんだよな。本当に嫌な作戦だな。まだだ。この日をした方が良いのかもしれん。一部アップしかもう考えてないよな。あっと思った。弓を引いた。残念。河野なくなってしまった。まだだ。千なりびょうた。弓を引き絞る。お、攻撃した。があんまり減らないんだよな。有能じゃない。備え対象？厳しい。え？なんで？え？戦略上、もちろん代案。場外退去は変わらないが、期間はなし。あ、OK です。攻略成功です。勲功第一は秀吉だった。頑張ってもな、勲功は上がらんな、他の人は。
高が大垣城とかだから、この辺狙ってもいいかもな。え、なんか大きく回るんかい。あ、いや、え、結局ちょっと待った、なんか戦いやめよう。多分リセットしてくれ。いや、退却退却。体力の減少にはかなわない。これも含めて能力下がるのかな。いや、半兵衛もかよ。半兵衛わがままだな。まあでも、もちろん、え、これはいけるはず。先を読まないとダメだよな。これはダメ。あ、これもダメなんだ。じゃあこれとこれは、あ、いけた。これはダメ。これはダメ。オッケー、完璧。種名破壊してますね。破壊だ、いろいろ買ってます。もちろん食べます。でも食べても体力は完全回復しない。あ、でもだいぶ回復した。まだ戦うしかないよな。今勢力、まあ確かにでかいが、でかいし一気に行くが、あれ、これ通ったんじゃないの。小谷城攻めろ。違うわ。表情、拠点移動、これで長浜城に移動できます。朽木さんだ。ラブラブ度はギリギリ2かな。軍船をプレゼント、やった、プレイできます。で武士に行って、ちょっと しんどい人を、すごいな、
西園寺さん、残念。やっぱ書こう。まあまあだな。え、三成も？勝頼がいる。松倉さん。結構わがままな人が多いな。いや、まず輸送。もともと城どこだ？二条だ。二条から、とりあえずここへ、集める。まず兵士。兵士は、3万7千人かな。あ、3万4千人が限度なんや。軍資金は全部と言いたいとこだが、で、兵糧は軍馬全部、鉄砲全部、1万5千って、大筒全部。なんか鉄砲も大筒も増えましたね、すっかり。いや、であと岐阜城が1万なんか住民安定度が低いな。なんか起きそう、なんかおかしくない？引き攻められてる、もしかして。あ、直轄地だからか。魔女少ないな。魔女さすがに兵士の数少なすぎ。ただし兵糧も2万かな。軍資金も1万。決定で、今度は三山城からこちらに、軍馬と鉄砲を全部。次、坂本城は5000、玉井山城が5000、大和郡山城こんなもんかな。なんかもうちょっと欲しい気もする。井森城がご覧の通り。宇和島は、まあ宇和島最前線だからこんなもんだろうし、7000人はちょっと寂しいな。石山本願寺か。
飯盛り城こんなんいらんよな多分。兵士を3000人ぐらい、軍資金はいいや、軍馬全部、鉄砲全部、士気も低いな、これで OK で、次王人事、花房さんおめでとうございます。これ飯食えるんだっけ、ダメか、ダメっぽいな、なんだこれ、海鮮式目聞いたことある、ダメっぽい、5月の間無理っぽいな、なんでもう薬飲もう、レッドブル、レッドブル、ね、少しお待ちください、上州指示、例えば神保さんに何の命令を下すん、あ、なるほどな、いや、いや、命令下す、勢力攻略だ、え、姉麹も攻略できんの、なあほな、まあそんなことはしない、あ、神保を攻略できるんだ、これ裏を返せば、これ嫌だな、裏紙攻略は、え、どこ、どこの城、柴田城か、あ、いや、ん、三村ってあれしたんじゃなかったっけ、それは変更なしやな、もう北条、いや違う、勢力攻略、北条攻め、少しお待ちください、
はい、お待たせいたしました。とりあえず指名伝達をいきます。今回は、自動振り分けで軍備優先。でその中で、まあ、この3人はしゃあないとして、鳥居さんちょっと不安だな。まずこの人は願書寺さんは算術武芸忍術訓練かな、訓練で行こう。訓練引く、忍術か。弁絶だ、弁絶だな。なんだろう、忍術。講座、悪くないんだけどな、まあ弁舌かな。まあどっちかといえばあれだな。音楽を覚えたいと建築だ。S を狙い。鉄砲かな。いや、ちょっと待ってよ。この人、鉱山高いな。だけど、戦術と弁術が、まだ使えないな。戦術かな。朽木さん。あ、勝頼も修行とか言ってやがる。そうかな。あ、そう、この人バトル多いやん。じゃあちょっと戦ってもらおう。まず一人目は武田勝頼、これで決定です。なるべくバラエティ豊かな人に戦ってもらおう。バンさんは足軽かな。トシエ、なんでお前ここにいるんだ。なんか中途半端だな、能力がみんな。武芸、いや軍学か。うん、足軽。待ってよ、村井さん。
つ。なんかすごい修行選ぶ人、短期じゃない修行選ぶ人多いよな。鉱山。忍術。開墾。ガモンさん。伝説。あ、訓練する人ばっかりやん。サイカさんは使いたくないんで、足軽だな。いや、シマさんはもう使います。今度こそ。で、下間さん。下間さん、お茶かな。もう弁術と算術がもう高いやん。じゃあ具資金調達行ってもらいましょう。共同売却でもいいかもな。いや、ここは大筒購入、思い切って頑張ってもらおう。同期は68、悪くないように思うけどな。技術。開墾。算術。なんかすごいな。多すぎる。足軽。文学。算術やって、角が上がらんな。忍術。あ、76やん。結構いいから、この人は戦ってもらおう。次、滝川さん。まだ長期じゃない修行の人いんのか。悪くないけどな。足軽。いや、どっちかといえばこの人内政の人だろう。術かな。8。忍術。医術。救術。まだあんのか。ようやく。
終わりが見えてきた。水分鉱山前評をこんな人いたっけ。あの前評悪くないな。まあ足軽かな、武芸かな、武芸しとこう。71悪くないな。悪くないが、なんかバランスアンバランスだな。でここで身分を過労で補修とか言ってるけど、人物情報で能力が統率が土井さん、稲葉さん、岩正寺さん、勝頼はもう使ってるから、どこにいるの。長浜城だから直轄地だ。キッカーさんって、あ違う、キッカーさんいる。あ、訓練まだあるやん。ミクルンルン、あれ、加藤京さんはなんか、なんで訓練になってんだ。治安向上はできないの。治安向上は無理。いや、できる。65になってる。ここ。誰だ、大谷義嗣いる。まだ戻ってきてない。あ、これ名前を、名前でそうとすると、いやまあな、大谷、荒木、いる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 、いた大谷。お前行っても初出陣だ。これでいいや。勝頼だ。で、合戦です。おがき城じゃなくて、今どこにいるんだっけ。いや、小谷城攻撃したらどうなるんだ。あまり変わらんか。じゃあ、大垣城。少な。まあ、でも。でも頑張ってもらおう。大砲は全部。
と、群馬も全部、もちろん援軍要請、高天神城はいい。え、なんで、ああ違うわ、9500。よし、林さんお願いします。あ、ダメだ、大谷に、任せてみよう。そうか、10倍になるんだ、あの持ち物の。まあ、あとは備え配置、で、また援軍、ガモンさんお願いします。 OK、 戻る、一旦セーブ。しいよな、わかる。で、いつも通り委任を行います。大砲がさあ投入されたが、これがこれでどうなるか。まずはいつもの通り風林火山で行ってみましょう。モチベは変わらないんだ。これはなんだこれ。あー、でもそんなに、でも減ってはいるな。これ大砲って数、段数って限られるんだっけ。ちょっと待ってくださいね。いや、大丈夫です。で、千成秒短で、そう、軍技モチベーションを下げる。え、遠くへ行った。また狙撃。シーナかわいそう、また狙撃されてる。今度は鈴木重友だ。で、当然援軍要請。神保にお願いするしかない。あ、毛利頼めるんだ。ただね、時間かかるんだよな。それまではもう自分で頑張るしかない。大砲って雨の時って使えないんだよな。
雨でも使える。しいなあ。というわけで恐怖の5連発あんまり減らないな。やっぱり大砲はもっと持っとかないと価値がないな。いいね。ノック。シーナブ、シーナジュナ編どんどん削っていくな。でもできればもう破ってほしいが。破らないと降伏してくれないかもね。ちょっと待ってよ。これは早くもう半分近く溶けていくよな。すごいな、結構早いな。毛利も意外と早かった。船内病炭だろう。大谷
あんまり破れなかった。あんまりそっちは得意じゃないんだ、大谷義嗣は。なんだ俺。鳴海城ってどこだっけ。鳴海はあの南側か、うん、あれ下がっちゃった本丸に。じゃあもうやりたい放題やん。あ、ここでなくなったんだ。風林火山を再度かけ直す。当然ガンガンガン。あ、破ることもできるんだ。もう完全に戦況は我々有利です。さあとどめとばかり攻めを。さすが毛利やるなあ。恐ろしい。ここにも何もない。ノックノック。おっと、これは強いな。大砲鉄砲だとできないからな今のは。普通の攻撃でなんでこんなに削れるんだ。毛利みんな強い。末路失敗。うん、三か。じゃあ千内秒だ。減らない。モーリーに破られんなこのままいったら。交渉しに行ってもいいかもね。あ、一応軍技行こう。だろうな。で、交渉。誰にするかな。勝つよりもいいけど。大谷さん、あなた お願いします。何初段？信孝初段すんの？なんで航空監督は選べないんだ？なんだこの同盟派機対決、韓国っていうのは。いや、ダメです。これは、ダメだ。いや、相手がギブアップって言ってこない限りは、かこちらが本丸打ち破るかしないと無理なのかもね。
あんまり減らない。何これ、100万一新ってこんな技だっけ。あ、シーナが落ちた。3番ゾノイも落ちた。退却していったか。しぶといな。島左近2位、勝頼3位、大谷義次最下位か。なんかやっぱり大砲じゃダメだな。ヒュンで、これで終わりじゃないです。直下地だけどどっち行く。どっちがいいんだろう。スノマタ行こう。対応隊に変更です。駅場鉄砲隊はダメなの。ダメなんだ。じゃあ、しゃあないか。あれ？ちょっと待って。石変更。石変更？未配備がまだ残ってるからな、この辺は。この辺補充していきましょう。4000人しかいない。そのまた一夜像でも分かる通りやっぱり弱いです。今日は旺盛で、もちろん援軍要請します。姉小路お願いします。線もいらん。まず風林火山からいつも通りスタートです。
こっちを狙ってきた。まだ撃つ。お願いします。圧倒的。もう一回千なり秒短。しべは、ひぜめかな。うわ、これ交渉？大谷さん、あ、ダメだ、場外海峡しか選べない。まあでも勝手に行くでしょう。やっぱり引き続き戦闘。来た。ひぜめ、どうだ、とどめはさせなかったが、これで敗れました。全然勝家援軍に来ないな。お前はもう捨てられたんだよ。
すがにギブアップしてくれるでしょうと思うんだけどな、自信はない。あ、まだやる、まだやるか。これ殺した方、考え方変わった。打ち崩した方がいい。はい、ダイアン、死ね。ちょっと100発100中狙ってみるか。圧倒的すぎるが、まあしゃあないよな。ちなみに5段以上に行くことは可能だが、78か。でもね、多そうなんだよな。まあ帰りましょう。今度こそ次こそ決着だよな。池田さん、元助さん、長浜の町で馬酒をプレゼント。庄屋がない。駿河の町は何かある？佐久間さんな。庄屋があった。一応物品購入。骨部金か。骨部金一応買っとこうかなと。価値が1しかないのか。価値低いよな。20。あれ、薬がない。薬はここで買うんじゃないんだ。御用商人にする。用心棒、高くても強い人。またお前、なんで、なんで、なんで敵対すんの。
動きが早いやこいつ。切った。用心棒がとどめを刺しました。え、なんか敵ばっかりじゃん。これ。なんでなんで？切られた。苔が早い。危なかった。用心も役立たず。わっ、ま、減られます。あ、なんか手に入れたが。病院はない。逆に薬を飲む結果になった。出ましょう。完璧か。本拠に帰還。あ、勝つよりな。長物？これか。でもな。これもったいない。4以上であっても、あげよう。いいえ、さすがに勝てないと思う。平手さん、城へ。何でしょう。コロ？二人だけ。6月になったから食べられるはず。指名までやって本日は終わりにしたいと思います。何？おっと、石川五右衛門登場。嘘でしょ。これ戦わなきゃいけないんだ。
わ、相手が悪い。回復したのだけは幸いだったが、不死は？お前はスモールグールか。避けられた。やばい。切られた。やばいな、囲われた。終わった。死？これ。はあ。負けた。まあ、いや、ジョーカー発展かな。待って、違うわ。宮長秀は拠点攻略、今どこにいる？長篠攻略してもらおう。
種ヶ崎城へ。よし、いや、ここは直轄地しとこう。上司じゃない人で過労、それなりの過労、半兵衛とかいるけど手元に置きたいしな。悩むな。じゃあ下間さん、かなぐらいか。で、与力を派遣。赤尾かな。伝達、あ、少ないんだ。自動振りかけ、内戦優先。いや、ちょっと待ってよ。これもう次もういきなり攻めるから。感じか。で、輸送だな。あんまりないな。坂本城も5000って普通だしな。丹波亀山5万もいる、なんで。まあ、これはちょっと集めなきゃ。最大鉄砲全部、兵糧はまあいいや。兵糧もまあ、兵糧も4万あれば十分でしょうかな。どこに行こう。よし、2万。今少ないからな。
大垣城は？大垣城も少ないな。やばいな。いや、本当にここから送ればいいと思う。兵糧を。兵士4,000、5,000人、軍資金7万人、7万ぐらいは必要だよな。兵士4万だな。これでよし。でもう一回丹波亀山城から兵士だけ全部送る。これでよし。でもちょっと殺すのもったいないかも。出ましょうか。何城へ行こう。隣だしな。争うのもったいない。あ、シーナじゃん。シーナ引き抜き。あー、ダメだ。来ませんか。ダメか。じゃあ城へ。もちろん従属がいいと思います。あ、間違えた。違う、反対だ。反対反対。いや、反対反対反対です。反対の反対で、シーナに薬を癒せるとこまでは一緒。城へ行くで、茶席を茶をしばくで、城へ行く、外交して支配。はい、ナイス、終わった。これで方が手堅いな。戻りましょう。
まあ、たくさんある。で早速信孝に指示を与えます。当然決まってるじゃないですか。いや、ちょっと待って。違う、いや、合ってる合ってる。軍備優先。だけど勝頼は足らない。島左近も、いや島はやめとこう。島は鍛えてもらおう。やっぱり訓練長浜城か、まあいいんじゃないかな。僕も攻めさせたいけどな。福島全国、あ、福島は攻めてないから福島にしよう。で勝頼とあともう一人いれば OK か。開墾かな。しかも左近ぐらいしか有力なのがいないな。それじゃもったいないな。もう一人ちょっと早川かな。これで、行ってもらおう。はい、ということで、勢力図見てみますか。まずこれで織田が従属してくれましたんで、あとこの4つを取りに行けばいいのか。この辺は従属したんで、あ、ここもか、ここも攻めないといけない。ここもです。土地王城も柴田が持っています。あと伊達が結構勢力を伸ばしてきて北条に襲いかかってます。これもちょっ
と気にしないとダメですね。上杉がもうボロボロだ。ああ、こっちもいるのか。上杉なのか北条なのか。今がわからないな。とここも今ここにもありますからね。え、信勝やらないとここ占領できない？ひょっとして。まあまあ考えましょう。そのあたりはこの長宗我部もいずれはやらないきゃいけないし、ここは争わせたいし、相良ですよね。ここはこれ消しかけて、こいつ消しか、三村消しかけて、毛利攻めさせるとかできんのかな。関係が悪くなるんかな。どうなんだろう。まあ、とにかく次回は本当に武田じゃない、柴田攻めないといけません。ただねここなんですよね、気になるのが大河事情。これどうなるんだ。信勝攻めないといけないってこと。ここの少なくてもここは孤立してるけどな。まあ北条とか伊達も最近ちょっと不気味な感じではありますね。伊達は東北占領しつつあるからな。大崎と南部だろうなとは。で柿崎じゃない、柿崎で正解か。これ宗家が孤立してるって状態ですね。はい、ということで、ここまでとなります。次回お楽しみに。ツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube にアーカイブアップロードします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして最後にTwitterX のアカウント持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。プリーズマイ、TwitterX マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで太鼓リシデン 5DX ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。